新地、とっとと失せろ。クソが。おい、起きろ。あれ人助けは関心だが、ガキが大人二人相手は無茶だろう。あ、おい、大丈夫か。頭でも打ったか。あれ、お前前にどこかで。あんたは松枯れ組の海藤正春だな。ああ、そうだが、松金組ならとっくに抜けたが。俺は貞本純、あんたを探してたんだ。貞本？その名前どこかで。あ！お前、ミキコの？ようやく会えたな。松金組のヤクザだって聞いてたからさ、それらしい連中に聞いて回ってたんだけど、解散したとか聞いてびっくりしたぜ。おい、ミキコの息子がなんで俺のことを探し回ってんだ。海藤正春、あんたに俺の母ちゃんを探してほしいんだ。何？昔母ちゃんとこの町で暮らしてたあんたなら探せるんじゃねえのか。いいか、お前の親父にも同じこと頼まれたがな、俺はその忙しいんだ。え？親父もあんたに？っておい、どこ行くんだよ。帰る。待てよ。おい、待ちやがれ。あんた母ちゃんの元恋人だろ。白状すぎんだろ。今は赤の他人だ。けどもし生きてるなら2年間も連絡よこさないんだぞ。なんか事件に巻き込まれてるかもしれないだろ。そうか、案外楽しくやってんじゃねえのか。手間のかかるガキと離れられてな。は？ちょっと待てよ、母ちゃんは俺を捨てたりしねえ。しし、親父さんのところへ帰れ。あんた、母ちゃんに昔捨てられたから会いたくないだけじゃねえのか。母ちゃんが残した日記で見たんだ。母ちゃん、あんたにヤクザから足洗ってくれってずっと頼んでたんだってな。仇になって結婚するためによ。だけどあんたは松金組の鉄砲玉として勝ち込みに向かった。母ちゃんの静止も聞かずに死ぬかもしれないのに。だから母ちゃんに呆れられて捨てられたんだ。そりゃ合わす顔ないよな。やんのか。ガキが混ぜたこと言ってんじゃねえよ。とにかく今の俺には関係ねえことだ。お前もお前の母ちゃんのこともな。俺が母ちゃんとあんたの息子でもか。それでも関係ないってのかよ。あ、なんだって。俺はあんたと母ちゃんの息子かもしれないんだ。おいおい、今度は何言い出すんだ、このガキは。日記に書いてあったんだ、母ちゃんがあんたと別れた頃の日記に。日記に？ああ、あんたが母ちゃんじゃなくて松金組を選んで別れちまったから、きっと言えなくなっちまったんだ。
腹ん中にいる俺のことを。ふざけんじゃねえぞ。ふざけてねえ。俺はあんたが親父だって信じてる。お前なバカな嘘は。だから俺はあんたのところに来たんだ。あんたと一緒に母ちゃんを探し出して、母ちゃんの口から本当のことを聞くためにな。亡くなったはずの妻貞本美希子を探してほしいと海藤の元を訪ねてきた依頼人貞本京也。美希子はかつて海藤が愛し交際した末に別れた女性だった。そんな貞本の依頼を断る海藤の前に次に姿を現したのは貞本京也の息子貞本純だった。純は海藤に告げる。俺はあんたの息子かもしれないと。あの頃俺が所属していた松金組は対立組織との関係がこじれ一触即発の状態にあった。その日俺はトラブルだという組からの電話を受け急いで事務所に向かっていた。おい、トラブルって何が？勝ち込みだよ。それも女のな。え、女がうちに勝ち込みを？ああ、組長が来るまで帰らねえとか脱がしてよ。めんどくせえことになった。見ろ。ふざけないで。いった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 、何しやがんだろ。くそ、ご苦労様です。離せや、このボエ。あんたら、魔法に手あげるってならこいつの腕へし折るよ。お姉ちゃん、まずいって、やばいってば。おい、これは一体何の騒ぎだ？なんで堀田がやられてんだよ。こんなゴリラみたいなの呼びつけて力ずくで押さえつけようってわけ？お前ゴリラってな。何があったんです？そこで縮こまってる女がうちでケツ持ちしてるホストクラブにハマってよ。そのツケが払えねえってんで今日からキャバで働くことになってたんだが、いきなりあの女が殴り込んできたんだ。はあ？それうちは別に悪くないっすよね。まあそうなんだが、文句があるらしい。来月からお前がケツ持ちするキャバだ。なんとかしろ。マジっすか。おい堀田、どうしてこうなった？この女がいきなり俺を締め上げてきたんだよ。ああ、痛めるな。正当防衛よ。悪いのはこいつ。はいはい、言ってることが真逆じゃねえか。動かないで。力ずくでどうにかしようってならこの男の関節がへし折れる音を。分かった分かった、
とりあえず落ち着け。お、これか。事務所じゃなくてコインロッカーにでも入れとくべきだったぜ。兄貴たちに見つかったら絶対分けろって言われるし、頼むから皿の方は見ないでくれ。こんなことになる。この女がいきなり事務所に殴り込んできたんだよ。妹を返せってね。それじゃあ妹さんは先に事務所にいたのか。今日からうちで血持ちしてるキャバで働いてもらうことになってたからね。この女いきなり殴り込んできたと思ったら親父に会わせろとか抜かしてよ。留守だって言ったら親父呼べだろ、部屋で待ってたの騒ぎ出して。だって下っ端と話しても拉致が開かないでしょ。ん？何見てんのよ。そう怖い顔してちゃ美人が台無しだぜ。は？ここはお互い笑顔で話し合おうじゃねえか。酒でも飲みながらよ。話し合えばきっと分かり合えるさ。お、そうだ、近くにいいバーがあってな。ガッ！ナンパなら外でやって。わ、悪かった。あんたはその威勢のいい女の妹さんだっけ。殺さないで。いや、そう怯えなくても。いたたたたたたた。真帆に手出さないで、へし折るよ。魔法に手だ。
なるほどね。事情はよくわかったよ、夏目美希子さん。女の勝ち込みだって聞いたから何事かと思ったが、どうやらあんたら姉妹はこの状況に限って言えば被害者だったみたいだな。え？血の気の多いやつばかりで、あんたも困ったろ。あんたらには俺から謝罪させてもらうよ。何が言いたいの？あんたが事務所に乗り込んできたのは、妹さんの借金踏み倒して連れ帰ろうとしたわけじゃなかった。少なくとも殴り込みするつもりはなかったことだけは確かだ。こいつを見てくれ。その菓子折り、あんたが持ってきたんだろ？つまり少なくともあんたは殴り込みじゃねえ、話し合いをしたかったってことになる。あなたただの筋肉ゴリラじゃないみたいだね。それで？だがその話し合いは残念ながら失敗に終わったみたいだな。その原因が何だったのかはこいつを見ればわかる。あんたの妹さん、胸元のボタンが外れてるな。菓子折りまで持って話し合いに来たってのに、堀田がいきなり妹さんの胸ぐらにつかみかかった。だからあんたは妹さんを守るために堀田を締め上げたってわけか。へえ、あなたヤクザなんかより探偵とかの方が向いてるんじゃない？ヤクザ引退するようなことがありゃそれもいいかもな。だがな、ミキコさん、今回の件、あんたの妹さんにも非があることは確かだ。そうだろう？サービス利用したらその対価を支払うのが筋だ。そこは分かってくれるな？そんなことは分かってる。そもそもお金を返さないなんて一言も言ってないでしょ。あ、そうなのか。この子、真帆は地元の短大に通ってるの。東京のキャバクラなんかで働き出したら単位なんて取れない。真帆にはちゃんと卒業させて、普通に就職させて、普通に幸せな生活を送ってもらいたいの。だったら実家のご両親にでも借金立て替えてもらうか。それは無理。うちの両親超石頭なんだから。ホスト言ってたことがバレたら感動されちゃう。いや、自業自得だろうが。要するにお金を払えばいいんでしょ。300万。今日はその支払い方法について相談に来たのよ。それなのにこいつ、いきなり真帆につかみかかって。あんたの妹、名前言うからだろ。なあ、ミキコさんよ、どう払うつもりだ？300万も払うあてあるのかよ。私、新宿で働いてるの。昼は普通に OL やってるけど、夜は結構自由に使える。学生の時は接客業だっていろいろしてたの。水商売の経験はないけど、バイトしてたカフェでは3年連続ベスト接客賞を取ってる。キャバクラで働くなら妹よりは向いてると思うけど。はい。あんたまさか。私がこの子の代わりに働く。あんたたちが大好きな筋ってのもそれで通るんじゃない？それがミキコとの出会いだった。ミキコはその性格の明るさと切符の良さからあっという間に人気を獲得していったが、生来の気の強さもあってよく客とトラブルを起こした。彼女のケツ持ちをすることになった俺は、しばしばミキコの起こすトラブルに対処するようになっていった。なるほど、
それでそのミキコって女が代わりにキャバクラで。妹さんのためとはいえ、よくそこまでやりますね。あの二人、幼い頃に両親を交通事故で亡くして、身寄りがなかったらしい。その後、今の両親に養子として拾ってもらったようだが、今でもミキコにとって妹さんは唯一の肉親なんだとよ。なるほど。だったら分からんでもないですね。親父はなんて？お前がしっかりケツ持って完済させるなら文句はないってさ。そうですか。だったら兄貴、その女に逃げられねえように気をつけないとですね。それなら心配はねえ。ありゃあ約束破って逃げるような玉じゃねえさ。俺にはわかる。な、何しやがんねえ。うちはおさわり禁止なの。言ってもわからない客には出てってもらうよ。お前、俺にこんなことしてただで済むと思ってんのか。あんたこそ桃子ちゃんに手出してただで済むと思ってんの。ミキコちゃん、もういいって。私は大丈夫だから。桃子ちゃんは隠れてて。この女、やっちゃっていいっすよね。ああ、好きにしろ。東、休養ができた。また今度ね。兄貴？ミキコ！用心棒だ。この女のクレームなら俺が聞くぜ。てめえ、このバカぶっ殺すぞ。さあ来い。あの子がひどい目に遭いそうなのを見過ごせなくて。いいさ、そのために俺がいるんだ。かっこよかったよ、私の用心棒さん。
へえ、ここがあんたの事務所か。大門はねえの？チャカとかは？だからもうヤクザじゃねえ。ここは俺が働いてる探偵事務所だ。はあ、そうなのか。んだよ、全然片付いてねえじゃねえか。汚ねえな。おいガキ、とりあえず座る。ガキじゃねえ、ジュンだ。あれ、これお前の親父さんが忘れてったもんだ。ふん、そうか。で、さっきの話の続きだ。なんだ、お前が俺のガキだって？ガキじゃねえ、息子だ。日本語は正しく使えよ、おっさん。まあ、とりあえず話聞かせろや。お前の母ちゃん、ミキコについては親父さんから聞いてる。親父さんはミキコが生きてるかもしれないって言ってたな。ああ、あの母ちゃんが自殺するわけないからな。ずっとおかしいと思ってたんだ。だが DNA 鑑定の結果は一致したんだろう。だったらさすがに生きてる可能性は低いと思うけどな。母ちゃんは何かの事件に巻き込まれたんだと思う。事件？自殺はでっち上げでさ、母ちゃんはどこかで生きてるんだ。 DNA 鑑定だってでっち上げだ。それでなんか事情があって連絡できないんじゃねえかな。そこまで言うからにはなんか心当たりあるんだよな。仕事でトラブルに巻き込まれたとか、それで悪い奴らに捕まってるとか。あまりはっきりした根拠はねえみたいだな。だが仕事のトラブルか。そういえばお前の親父さんがミキコは仕事のことで悩んでいたようだって言ってたな。ミキコは何